どうもカイデル吉祥寺のハズムです。本日はおすすめのデニムブランドビゾルトについてご紹介していきたいと思います。はい、ということでこちら以前ドゥニームでデザイナーをしていた林義之さんが2010年に立ち上げたブランドになります。何年経っても手に入る理想の定番を作り続けたいということで、ブランドの設立当初からモデルは4型のみの展開になります。その中から今回ご紹介するのは代表的なモデルであるこちらの710なんですけども、こちらは1960年代のリーバイスのデニム66モデルをモチーフにしたモデルになります。実際にリーバイスのデニムを解体して糸や染色、縫製に至るまで研究を重ねているので、洗うたびに毛羽立って履き込むと綺麗なブルーに色落ちする66モデルにかなり近い素材感になっています。こちらが僕が以前履いていたものなんですけど、これでだいたい3ヶ月くらいですね、1週間に1回は洗っていたので、あんまりはっきりとした色落ちではないんですけど、こちらの新品と比べるとだいぶ青みが強くなっています。そしてこちらはデザイナーの方が履き込んだものなんですけども、1年ぐらい履き込むとこのように綺麗なブルーに色落ちします。洗濯に関しては頻繁に洗えば清潔ですし、生地も破れにくくなって長持ちするので、デザイナーの方も洗濯することを推奨しています。履いてみるとこんな感じです。シルエットは細身のストレートになります。でサイズはウエストが約12種類に対してレングスが約8種類あるので、どんな人でも裾上げをせずに履くことができます。さらにレングスごとにきちんとパターンを変えて作っているので、どのサイズの組み合わせでも綺麗なシルエットになります。お値段なんですけども2万2000円になります。綺麗な色落ちが楽しめますし、いろんな服にも合わせやすいと思うので、細身のデニムを探していたという方はぜひチェックしてみてください。はい、ということで本日はおすすめのデニムブランドリゾルトについてご紹介いたしました。よかったらチャンネル登録の方もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。